遠野なぎこさん、またスピード離婚緊急特別番組小林智春アワー、あっぱれ、やってまーす。どうも、あと、あ、またまた選手が、金玉ミルをやっております。どうも、ケンドクマジです。花粉症、もう収まりました。アンガールズ山根です。東大阪市宇宙くん。どうも、金玉を、店パンの理論で、出して歩いてたら、警察に連れて行かれました。アンガールズの田中です。歌唱力ナンバーワン決定戦、5位でした。AKB48 村山優里です。フェイブルマンズを見ました、沢口愛香です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、このあっぱれやってます。さまざまなジャンルのメンバーが90分にあたってあっぱれの内容でお届けします。はい、沢口さん、なんですか、フェイブルマンズっていうのは。スピルバーグ監督の、あれや、今やってるやつ、まあ、ちょっと俺も見たかったよね。自助伝みたいなやつ、ね、え、そうです、そうです。監督になるまでの、子供の時からのやつや。はい、面白かったですよ。いや、それはだってアカデミー賞候補やってたもんね。はい、これ見て、エブエブも早く見たいんですよ。エブエブ？エブエブ撮ったやつですよね。エブリシング。あ、そうそう。結局アカデミー賞撮ったやつね。そうです、ね、うん、あれ見たい、早く、うん。映画にハマってきたんですか？大人になったね。もともとは見てました。今、マーベル作品をちょっとずつ見てます。ガーディアンズまで来ました。あ、ガーディアンズね。公開順に見て。絶対あれ、アプリ入れてんだっけ、見たの。あ、フィルマークス。あ、入れた？はい。今年40本見てるんですもん。すごくないですか？それすごい。すごいね。今年、うん、元日からハリーポッターずっと見てて、うん、そのシリーズ全部見て、今マーベルとかなんで、うん、めちゃくちゃ見てるんですよ。すごい。じゃあディズニープラス活用してるな。はい、ディズニープラス大好き。ガニバル見ろよ。確かに。いや、ちょっと怖いのが、うん、ちょっと一人で耐えられるかっていうところがあって、うん、ちょっとまだ。ユイリー見たやろ、ガニバル。はい、見ました。あの人おるやんか。あの人？あの人。あの人？うん。あの人？はいはい。あの人を CG ちゃうって知ってた？え、どうやってやってるんですか？俳優さんやねん、あれ。え、本当ですか？うん。なんで知ってるんですか？あの人？あの人。え、私めっちゃ CG だと思ってました。いや、俺もさすがにこんな人おらんやろと思ったけど、うんうん、俳優さんが、まあ、メイクでやってんねんて、あれ。あ、え、そうなんですか、うん、すごない？そう思って見てみますね、うん、現実にいそうにない人。そうそうそう、うん、あの人あの人、もう役目が一応今のところはあの人なのよ。ああ、いや、明かされてないというか、はい、明かされない人ってことですか？明かされないというか、え、あの人、あの人がいるんですか？あの人がいるよな。います。すごいよな、あの人。いや、すごいです、うん、てか本当に面白いんで見てほしいです、あの人。ちょっと怖いけど、なんか怖いっていうのを聞いて、うん、なんかケンコバさんに見ろって言われてましたよね、うん、みたいので、ツイッターでその見てないっていうのは、うん、なんか別に面白くもないからしっかり見てくださいみたいな、なんかめんどくさいツイッターが来て、うん、でもそのなんていうんですか、体力使うじゃないですか、あの怖いやつとかって。いや、あの思ってる怖さと違うよ。あ、そうね。日本独特の怖さ。そう、まあまあ、そうそう、日本の田舎って怖いよなっていう、村社会みたいな。そう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 、それも結構なんかしんどそうだなと思って、まあ、でも奥さんは見てましたね。まあ、だから、うん、簡単に言うたら、はい、ネタバレならないレベルって言ったら、はい、見てんって、みんななんか、はあ、はあ、な、全部知られてるんですよね。昨日なんで来なかったの、お前、はあ、あ、ちょっと用事で、はあ、どこどこ行ってて、はあ、いや、行ってないやんみたいな。怖いな、一人で見れないバレてんのよ。ちょっと人間心になりそう。好きだから、そういうホラー、ジャパニーズホラー大好き。今ので一発で気に入った。めっちゃ気に入った。お前、吉岡里帆さんのジーパン見ただけやろ。いや、俺もそれは見てみないとわからないですけど、うん、もうそのそういうストーリー大好きなんで、すごいな。必ず見ます。え、それディズニープラスしかやってないんですか？ディズニープラスが制作したやつやから。そうなんだ、入ってないんだよな。ディズニープラスっていくらなんだろう。知らんそんな。でもいや、あのサブスクってそんな高くないもんな、全部1000円いくかいかないかみたいな、うん、
まあ沢口も暇やったら見といて。わかりました。見えへんやろお前。じゃあトップガン見なきゃいけないんで。マーベリック。マーベリック。マーベリック見れたら、あの最初の方から見た方がいいよ。そうよ。最初見てるんですもん。あ、見てんの？見てる。かっこよかった。トム・クルーズかっこいいやろ。かっこよかった。音楽もいいし。ダダダダダダってな。バイクもかっこいいし。忍者ね。全部のシーンをしっかり覚えといたよ。え、その伏線回収系の伏線というか、なんていうの、あの、なんて言うたらいいのかな、あれ。だから、あの、オープニング見ただけで面白いから。はい、あ、そうなんですか。マーベリック。ガッてこう、なるシーンが結構。いろいろあんのよ。そうなんですか。マーベリック楽しみですね。あと単純に、飛行機同士の戦闘シーン。これがものすごい分かりやすくなってる。ワンは分かれ、今どうなってるのか分かんない。どれが敵でどれが味方か全然分かんなかったです、最初。それが明確に、あ、今こうなってこうなったっていうのが、分かりやすくなってるから、より面白いかな。あ、見たい。一作目見てる人がにやりとできるシーンが、少なく見積もっても600個ぐらい。最低でも。そうよ。え、めっちゃ期待しちゃう。頭からケツまでずっと。そう、頭からケツまで。一作目見てる人はにやりとできる。え、そうですか。なんか女の人めっちゃ気になりますもん。ね、そこだけは女優さん変わってんの。え、そうなんですか。さすがにやっぱり、あの、もう還暦いってる人やけど、トム・クルーズだけ特別な人類やん。確かに。ね、見た目の変わらない、はい、女優さんはそういうわけにはいかんやん。確かに、うん、あ、やっぱそうなんだ。そうなのよ。楽しみ、明日見よう。何作見るつもりなの今年。いやすごいね、集中力。ゆいりもでも暇やったからなんか見れた。私、アニメで文豪ストレイドッグ、流行ってるね、にハマりだして、そう、またきっかけが家族ラインで、これ見たら頭良くなるから見なって言われて。確かに、あの、だから歴史を、歴史というか、まあ、あの、歴史上じゃないね、まあまあまあ大正時代、昭和ぐらいの作家の人がな、バトルっていう。そうなんです。で、必殺技がなんか人間失格とか、そういうので、頭良くなるのかな。いや、それちょっとなんか頭良くなった気になっちゃうんですよね。知識がちょっと俺見てへんからな。はい。でもめちゃめちゃ面白いです。あと誰が出てくるの、文豪って。あと福沢諭吉さん。ああ。宮沢賢治。おお、いいじゃん。あと、海外の方はもうカタカナすぎて全然覚えられないんですけど、フランシス。フランシス。フランシス。フランシス・ガヌーっていう UFC のチャンピオンおったけどね、この間。違います、ね。でも違うか。フランシス。大谷とツーショット撮ってたけど。あ、多分違いますね。そうなんです。いっぱい出てきて。あれ、最後じゃアニメは？今銀魂見てます。おお、遡って。はい。なんかまたやるらしいんですよ。20周年に向けて。なんか噂は立ってるね。そう、アニメやるみたいなのを見て。なんだったっけ？ちょっと見直そうと思って。銀魂先生みたいなやつやね。あ、3年。G 組みたいな、うん、そのためにもう一回銀魂見とこうと思って今銀魂を見てるんですけど、あれ全然終わらないですね。長いね。終わんないなって思いながら、はい、そう見てるくらいですね。でも面白いアニメ最近。2人はあれでしょう、当然女性陣2人は当然 WBC は見てないね。まあ、日本戦だけ見ましたよ。中日が勝ってすげーって思って。あ、中日だよ。ね、はい、練習試合ね。はい、あそこもからちゃんと見てます。今年中日強いなって思ったもん。うん、え、そこに高橋宏斗さん帰ってくるの、ちょっともう今年期待値爆上げですよね。中日の。そうね。楽しみ。あれ準決で投げてたんだったっけ、高橋宏斗。決勝で投げた。決勝も投げましたね。はい。どっかでも投げてましたね。あの子二十歳なんだけど、ビールかけできなかったんだよね。そうですよね。アメリカの法律で21歳だから。21歳からなんからじゃないと。そうなんや。なので、アメリカの法律で入れなかったんですよ。うん、マキがさ、はい、ちょっとなんか踊ってたやん。あ、おどけてね、やってました、ね。おどけて踊ってた時でも、はい、太ももすげえなってのわかる。マキの。熱いですよね。軸がぶれないようにしなきゃいけない。すごい。ユイリーは？ユイリーは家族ラインで、家族ラインばっかりじゃない？いや、そう、急にその村神様とかっていうワードだけが打ち込まれていくから何事かと思って、そっから調べ始めて、ちゃんとメキシコ戦とあとアメリカ戦は、あのハイライト集だけ見て、感動をちょっと味わえた気がします。だから
うん、俺なんてもう今寝ろって言われたら2秒で寝れる汗ですもんね、寝るから、うん、いやもうシュート選手でしたっけ、うん、が足早いのだけは早いな、もうあれは映像見てすごいなってなりました、うん、追い越しそうなぐらい早かったもんね、もうかなり追いついてましたよね、うん、すごいやな、すごい、いや確かに、でも栗山さんの采配ってすごいんですね、そうね、ハマってたな、全部ハマるっていうか、というかやっぱり、はい、あの真の MVP はやっぱダルビッシュじゃない、まあ、ね、俺も思います、やっぱりその、だってあの飯行くのも今までは、うん、今までとか野球界常識で、はい、投手で飯行くみたいな、うん、野手で飯行くみたいな、うん、みたいですね、それをこう全員で飯行くみたいな、うん、みんな引き連れて、あ、うん、ダウンタウンの松本さんに見えましたもん、俺あの飲み会の映像のダルビッシュ、ああそうね、たまにネットニュースになってるもんね、 あれの松本さんじゃんっていう感じ、絶対藤もおるけどねそこにすごいこうやっぱり栗山さんだけじゃまとめきれないと思うんですよ、うん、あのチーム、うーん、やっぱりダルビッシュ投手が早めに合流してまとめ上げるってい う初日からね、はい、合宿初日から来たよねダルが、栗山さんはダルビッシュの時も日ハムの監督だった、ダルビッシュの時はやってないんだっけ、入れ替わり、あの人誰だっけ、あの外国の、ヒルマン、ヒルマンちゃうわ、ヒルマンか、ヒルマンですよね、違う、バレンタインはある、栗山さん、栗山さん、うん、のくじ運すげえなーってなんかなってたな気するな、でもだから栗山さんだったから、まあ大谷も来たいって言えたし、うん、ダルビッシュも来たいって言えたのもあるもんね、うん、でもまあ確かに、でもダルビッシュすげえ大人になってんなと思いますよね、大人なってた、やんちゃ小僧かな、なんなら入団してね、タバコ吸いながらタバコでパチンコ打つっていう、ね、最初はだから問題児みたいな扱いだったんだけど、そっからやっぱり野球しっかりやらなきゃって、うん、で今日本人選手へこうトレーニングを全部教えるのよ、うん、肉体改造から、うん、球の握り方からね、うん、金玉じゃないで、分かってますよなんでですか、なんでですか、分かってます、いや、ゆうり分かってんかな、私だけ分かってますだいたい光る敵だね、私だけいや、俺一番メキシコ戦の最後村上の打席、うん、あそこで村上に行かせるっていう判断、うん、あれってすごくないですか、今日もその日三三振と、うん、ダイヤフライかな、いやあれは帰れないよ、うん、村上は、ね、村上帰れない、ただ、うん、この実況の解説の人誰かは、うん、あもうここ誰か代打で行く可能性もありますとか、まあ触れてなかったかな実際、そうなんですよ、うん、であそこでやっぱり信じて本当に打つっていう、あそこは俺も俺小林監督も村上さんが結果が出なくてもいいっていうことですね、うんうん、ノーアウトだったっけ、うん、あただ俺結果が見えてるかのような、はい、なんかそんなだって吉田をダイソーでシュートを出してるじゃないですか、うんうん、ひょっとしたらプレーあの何でしたっけタイブレイク、うん、に入っていった場合、うん、吉田なんて絶対いてほしいよ、うんうん、でもここで返せるとファーストランナー返ってくるだろうという打撃が出ると見えてるかのような采配に見えて、うん、まあ決めに行く感じのね、そう、うん、吉田はだから契約早かったね、はい、9000万ドルでしょ、これ見たらこれ終わりやったらもう何倍やったよないやもう関係ないですよね、どこの国の投資が来ようが、うん、関係ない、ますね、確かに対応できるすごいよな、あんな選手確かに恐ろしいなと思いましたもん、うん、だオリックスもやっぱ人材出すな、なんだなんだってな、すごいっすね、オリックス派閥が今一番ね日本代表を占めてるって言いますもんね、そうね、なしださん、なしださん、ヒルマンか、栗山さんと入れ違い、ああそうなんだ、そうや、なしださん、なしださんやってましたね、入団時はヒルマン、そうです、うん、勝った本当に、でもやっぱり結局は大谷翔平の MVP かな、 MVP ですし、うん、凄さっていうか、あんなに俺、うん、
感情むき出しにしてプレーする、うん、あー最後も帽子とグラブ投げてな、うん、で準決勝もヒット打ったらはいとかベンチ向かってアウトとか一塁ベース前でヘルメット取って、まあ、人変わったよな、うん、なんかそうなんですよ。アメリカ行ってなんかちょっとアメリカナイズされてる感じもありますよね。周りがそういう風な感じで盛り上げるのを見てるから、最初は結構チアガールに誘惑されて目そらすみたいなそんなとこばっかり取られてたけど、不吉なというかうぶな少年みたいな感じだったのに、今回チームを引っ張るっていうか、そうな、そういうシーンを初めて見たっていうか、次3年後やからまあ全然キャリア的に出るしな。そうですね、うん、なんか出そうですね大谷翔平。もう出るんじゃん。はい、うん、なんか、あでも佐々木朗希ももうこれでメジャーもいやほぼ決まったやろしな。いや、みんな行きそうですよね。東郷とかも行きそうだし。東郷は行くわな。東郷大勢、あ大勢、要はもう球団が出すかどうかっていう。日本人選手だらけになるな。うーん、外国メジャーリーグ、ね、NPB がスカスカになんなきゃいいなと思いますけどね。でもまあいいピッチャーどんどん出てくるでしょうけど、あとはもうメジャーでやりきった人らが帰ってきて、そう最後やっぱ1年はね、日本で終えてほしいという気持ちもあるけどね、みんな、そうですね、帰ってくる人らいますからね、黒田とかもそうだったし、松坂とかも、そうかそうか、うん、あの金玉じゃないからな、握り教えてたの分かってますよ分かってますよ。それがキョトンとしてるけど、いやいやいや真剣に聞いてます私今。もう今回あの野球に初めて興味持った身なんで。ああ、いいじゃん。そうなんですよ。誰が一番良かった、誰を応援したい、うん、めっちゃまずい。でももう本当に今の推しは周東選手です。あの足の速さ、イタテンプリで、いやあれがもう確かに、銭の取れる走りやわ、あれは。あれは本当に感動しました。女子って足速い人好きだもんね。いや、やめてください、それが。なんでよ。おっと、なんか、堂々好きになったみたいな、ちょっとやめてください。いや、堂々ってか、クラスの男子で足速い人好きじゃん、みんな。まあでも、野球わからない身としても、あれはすごいなって分かった走りだったみたいな感じだったので、今後変わってくる可能性大です。あ、野球見ていくとね。俺が女の子やったら誰好きなんやろな、今回の大会見て。いや結構アメリカの監督とか好きになったかもしれんけどな。ジョージ・クルーニーみたいな顔してたから。イケオジだったな。イケオジやったの。いや、サッカー選手の監督も多いんですよ。イケオジ、イケオジ、やっぱいいですよね、イケオジ。岡ちゃんと森保さん。あの人かっこよかった。リアルミュート、向こうのキャッチャー、どこの、アメリカ、アメリカの、アメリカ全かっこよかったけどな、なんか、まあ確かにそうですね。最後クロちゃんみたいにバンダナ巻いたピッチャー出てきたよ。全然打たれんかったやつ。全然打てなかった。あれありやでんな、メジャーでバンダナ巻いてキャップかぶんねん、みんな。クロちゃんや、クロちゃんバンダナしてますね。一回クロちゃんと飲んでて、リュックかさカバンパンパンだったから、何入ってんのって言ったら、バンダナが40枚出てきた。洗え洗え、汚い、洗え、一回巻いたら洗うんや、あれ。怖かったよ、それ何も言われてる。いやまあ野球選手はやっぱかっこいいわ。うん、いやそうだ、もうシーズンだもんね、開幕しますね。明日してるか、もうオンエアの時は始まってる。あ、ほんま、とっくに始まってるわ。そうですね、3月末ぐらいでしたもんね。どうですか今年阪神は。まあこんな話、野球の話ばっかりな。まあ中野拓夢は今回得たもの大きかったと思うよ。ファーストエラーも見したし。でも俺ヒットすごい打つ、ヒット打つし、やっぱりタイガースでやっぱ一番珍しいのは、初球からガンガン行くことやな。意外と見ちゃう選手、なんかこうチームの伝統的に実は多かってんけど、積極性っていう部分で、で今回セカンドショートと両方多分練習で経験したし、はいはい、結局どの野球漫画見てもセンターラインが大事って言うからな。そっから出てきますね。結局センターラインが強くなかったらチームは勝てないっていうのかな。いやいいと思うけどね。まあ優勝の予想だと阪神結構1位の岡田監督やしね。
はい、岡田監督ってちょっと請負人あるから、うん、どこ行っても、うん、2軍でもパ・リーグでもやっぱ優勝してるから、うんうん、すごいな。広島カープは最下位予想が多いんですよ。ちょっと人材流出がね、うん、流出はまあそんなにもうしてないんですけど、うん、まあ中継ぎ不足とかね、人数不足とか、うん、まああと抑え栗林くんがねどれぐらい戻ってこれんのかとかさ、うん、まあもう投げてはいるんですけどね、うん、まあでも、まあ、分からんけどな、まあ始まってみないとね。ヤクルトなんかも最下位かもって言われててんから、はい、あその年ね、あの優勝し2年前ですね、はいはい、助っ人がハマるとねバーってチーム勢いついたりしますからね、うん、あゆり、あの金玉の分かってますじゃあ宛先行くで、佐々木さん、あ、吉田、あっぱれやってます水曜日では出演者へのメッセージや各コーナーへのお便りを募集しています。あがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日、メールはやるすやっとマーク MBS1179.com まで。お便りをいただいた方の中から抽選で3人の方に番組ステッカーをプレゼントします。はい、じゃあ AKB 大先生の新曲でもいっちゃうか。はい、ありがとうございます、はい、うん、それでは聞いてください。 AKB48 でどうしても君が好きだ。未練かましいで、うん、剣道小林が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。お便りやってます。はい、このコーナーはボックスから引いたリスナーからのお便りでおしゃべりするコーナーです。佐口さんお願いします。はい、早っ、準備万全にしてますか。上の方にピッと持ってきてるな。そうですね、魔法で、うん、宮城県ラジオネームちょっと待ってください魔法ってなんですかね。いや、ハリーポッター見てるからって、うん、そうですそうです、うん、ちょっと魔法使えるので今、うん、使えるわけないだろう、うん、お前も俺のレインメーカー食らうか。やばい、お前クリアでちゃう。1ヶ月1週間休みだな。ビーナスの交差点さん、やるせいの皆さんこんばんは。先日鬼越トマホークの金ちゃんが、うん、睡眠時無呼吸症候群のため検査入院したことがニュースになっていました。バナナマンの日村さんなど CPAP で対処、CPAP で対処している方は聞きますが、検査入院することもあるほどの病気だと知って驚きました、うんうん、そこで皆さんに質問です、うん、いびきに悩まされたことはありますか。あ、俺も言われるからな、無呼吸症候群がもちろん、俺も言われます。顎がちっちゃいというか、このあ、なるほど、落ちてるから喉塞ぎやすい、口にこうやってるような、うん、ね、うん、男性の方が多いんですか。男の人が多いんじゃないかな。そうなんですね。でも、はい、これ言うたらもう全員に怒られんねんけど、はい、めっちゃいびきかいたなっていう日、うん、めっちゃ気持ちいいねよく眠れてると思う、なんか自分の中では。でも疲れはすごい取れるとかって言いますよね、 CPAP つけて寝ると。もう CPAP つけた人はあの常に持ち歩いてるもんな。ああ、みんなね、山根、ね、も買えばいいじゃん。いや、俺もチェックしに行った CPAP、 うん、 CPAP を無呼吸症候群、無呼吸症候群かどうかを検査するやつを借りてきて、うん、奥さんから、あ、そうか、あれ借り物やねんな、そう、うるさいって言われて、ちょっとチェックしてもらってって言って耳鼻科行って頼んでチェックのやつをつけたけど、うん、そこまでじゃないみたいな、耳鼻は書いてるけどそれをつけるほどじゃないっていうので、うん、つけさせてもらえなかったけど、うん、でも痩せてる人で矢作さんとかもつけてんじゃなかったっけな。あ、そうなんだ。そうそうそう、まあ、あんまり、まあ、太ってる人確かに多いらしいけど、うん、そこじゃないみたいね、やっぱ無呼吸症候群。そうですね、やっぱ顎の小ささでこう舌が落ちる。矢作さんも言われてみれば顎ちょっとちっちゃいか。はあ、チャンカーもつけてたかな。結構、いや、そうだって爆笑問題の太田さん夫妻もつけてるって、うん、両方とも。そうなんだ、はあ、確かに。でも幸せやけどな、うん、寝てる間に死んでたのか。いやいや、そんなこと言うと怒られるけど、周りの人が悲しむからね。周りの人が悲しむな、うんうん、そうなんですよ。さすが最大者やなお前こんなことそういう考えが回るようになったか。
結局そうなんですよ。一緒に住んでんくせにお前まだいい物件、別居婚や、別居婚やお前は。いい物件って見つかんないもんすね。物件は見つかっ、あ、俺もう最高の物件見つけて、え、何ですか。いや俺の理想やわこれっていう物件見つけて、なんか暇で見てたら、うん、上がんなやっぱ自分の理想って、何ですか。これもうこれよ俺の探してた家は、うんうん、と思って、うん、値段見たら7億円やった、うん、おー理想がたすごい。いやちゃう、なんか自分がこんなんやったらいいなと思ったものが全部詰まってるなっていう物件あって、7億したわ。いや、ジャンボ宝くじ当てても無理やで。前後賞、一等前後賞当てても無理、うん、無理ですよね。だから無理や、広さとなんか、あのか、インテリアの感じとか、理想通り、その俺の理想の駐車場がついてたんだよそこは。ああちょっと大きめの車を、そうそうそう、車を2台と、あ、3台置けるみたいな。うわー、それは行きますよ。ということは車2台と俺がバイク5台ぐらい起きてもいけるなと思って値段見たら7億円。いやーすごいな。しかも郊外じゃない、これ仕事も行きやすい場所やぞっていう。あー、うん、まあそうっすか、都内の、うん、いやーないですよね本当に。だから車で移動するとかにした方が俺まだ見つかりやすいです。もう俺は電車結構乗りたがりだから。電車乗りたがりなの。はい、電車のなんかパッってパッと着く、時間通り着く感じ好きで、うん、駅地下で探しちゃうんですよね、どうも。それだとね、見つかんないかもしれないです。1ヶ月ぐらい探してて、なんか、うん、今の理想を詰め込むと何億ぐらいかかるぞ。え、一軒家買いたいの。いや、賃貸で。賃貸、あ、まず、うん、はい、建てたいんじゃないの。でもその、もし買った場合、うん、もう億は絶対超えるマンションです。自分の理想を、ね、そらそうやわ。オークションいわゆる、そらだってもう、マンション田中先生と呼ばれるぐらいの人ですから。うん、番組名なだけなんで、うん、いやだから奥払うって、マンションに奥払うってなんかなとか思っちゃうんですよね。だったらどっか土地見つけて郊外でも、うんうん、あの住宅見る番組やってるから、設計とかも立ち会ってな、うん、そうそう、意見言えるぐらいはできるやろからな。そうなんですよ、うん、それで1億あったら、うん、あれ面白いらしいな、扉どっち開くとかも一個一個決めていく。あ、そうですそうです、引き戸もできるし、中に入っていく感じか、それとも外に出すとか、そんなの言ってたら、うん、キリないやろけど、キリないですけど、でも郊外で1億もし使っていいってなったら、うん、結構建てれてるんですよ。俺いろんな家見てもらってるんですけど、うん、このぐらいの規模で1億でいけるんだと思って、うん、だから健康はその郊外で1億だったら、うん、多分理想、さっき言った7億あの1億ぐらいでいきますよ多分。マジ郊外だったら多分島内で、うん、それでしかも立ってるもので、うん、でやるからそうなってるだけで、うん、健康はさんの無理やわ1億は、うん、え、なんでですか。 あるでしょ。ないよ。え、ないんすか。ないないない。何に使ってんすか。風俗ちゃうわ。風俗くらいでだったらまだ全然立つと思うんだけど、うん、まあバイクとかね、か風俗と立つがややこしいから、うん、そうそう。なあゆり。いや、なあじゃないの。何も立ちません。何も立ちません。やめてください。今言うたら何も立ちませんみたいな。やめてください。なるほどね。うん、1億。じゃあ次行くか。うん、はい。お、魔法か。え？パッと取ったら魔法か。あ、そうです。でも魔法使えるの？そうです。最近杖買いました。持ってない。あ、嘘です。うん、神戸市ラジオネームゆば坊主さん。ヘルスイメンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。最近テレビ番組の観覧募集に応募しました。中学生の頃テレビ番組の観覧に行った際には、客席が映った際にテレビに映った思い出があります。皆さんは素人時代に初めてテレビに映った思い出や観覧に行った思い出はなどありますか。観覧はないな。素人時代は一番最初広島にいる頃に行きましたよ。映りましたよ。映ったよ、うん、はい、夕方の、夕方の、あ、でもそれって映り、あ、後ろに映りに行くタイプだ。
そうです、駅前中継みたいなのがある番組で、そこに、なんかサークルの宣伝みたいな、宣伝、サークルの入、あ、なんていうの、入ってほしいっていう告知を夕方のワイドニュースでさせてくれるんですよ、地元の、うん、あるよな、そういうの、はい、それで先輩芸人、あ、先輩芸人、先輩のサークルのメンバーの人と一緒に行って、サークルの先輩のテツさんっていう人が笑い担当なんですよ、サークルの一番、うんうん、でその人と一緒に出て行って、うん、あ、もうその人が代表で喋るみたいな感じになったんですけど、うん、その人が何言っても全然受けなくて、うん、で鼻にずっとタバコ刺してたんですよ、うん、それも全然受けなくて震えて帰ってきましたもうあんだけサークルで無双してる人がこんな滑るんだテレビって思って、でも難しいもんですね。うん、俺はサッカー中継、サッカー中継じゃないですけど、うん、サンデーモーニングに、うん、高校生の時かな、その J リーグを、うん、が始まったぐらいで、なんかサッカー見に行って、その、うん、サンフレッチェ、サンフレッチェを、あれ何、モニターみたいなので、うん、中継を見てて、うん、あ、あのね、俺そこ、俺も行ってたんだよね。なんたらビジョン。そう、あの、パセーラっていうところに、うん、街角に結構大きいビジョンがあるんですよ。うん、で、その時、アウェーで優勝が決まるから、うん、広島の人でも、うん、パブリックビューイングみたいに。あ、そうそう、パブリックビューイング。はい。それで見ようってなって、うん、で、俺はその頃予備校生だったから、うん、ちょっと予備校の勉強の合間に見に行ってた、うん、だから山根とはじ一番知らないんですけど一番近づいてる時がこれで、そこで見てるのがなんかテレビで流れたっぽくて、うん、俺が映ってんのが学校でなんか映ってたよって言われたのが初めてで、うん、それこそなんか TBS の仕事でそれ映ってましたみたいなのを見たような気がしますね、うん、そう、まあ、スポーツ観戦俺も映ったな、え、阪神戦ですか。いや、藤井寺球場やから近鉄戦、あ、まあ、いろいろサボって外野で寝転んで見てんのが映って、はい、まあ、次の日は暴力食らったっていう時代が時代ですか。あの頃ね、外野でダラダラしてる人を撮るのが流行ってたんですよ、ね、野球中継こたつとかですよね。なんかこたつ、え、なんかそ、ああ、川崎球場でね、麻雀やってる人おった、ね、やってる映像をめっちゃ見たことあります、川崎球場はもうそれぐらい、なんか、まあ映るって分かってから、はい、多分やり始めた人、ああ、あと男女がキスしてた、キスのね、それをミノモンタさんが解説する、うん、そうチンプレー、コープレーで、そう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 、もう高校生の、うん、してはいけないようなことをしてたんやろ俺が多分な、猫の、うん、何してたんだ、めちゃめちゃ怒られたの、まあ暴力の嵐よ、それが一番最初ですか。いや、最初は小学生の時に、はい、子供カーニバルっていうなんか大阪市が、それ1回で終わったんかな、大阪市中の子供でリレーするみたいなの、なんか代表選手みたいなのになって、うん、それのリレーが映った。ああ、そうなんだ、服男じゃないんですね。福男出るか、健康さんでトップ走って入っていく、トップ走って不倫でバレたやつおんねんから、あれ、そうなの、そうそう、有名な 2,3 年前の福男やったかな、はい、優勝者が、はい、なんでそこにおるのってなって、浮気相手のなんか家の近くやってそっから全部バレて、先生服じゃない、うん、って言われてたわ、全然服ちゃうやんけですよね、すごい、うん、テレビに映るかないの。いや、素人じゃ、ね、子役やからな。でもなんかアイドル好きやったら見に行って映ったとかないの、こう観覧とか。ないんですよ、一回もコンサート行ったことなくて、じゃあもう仕事としてしか映ったことないんだ。そうですね、あとよくある中学校の、うん、なんか車椅子体験やって記事が乗っかるぐらいのちっちゃいやつ、新聞、あの地元の新聞に載るみたいな、はいはい、そのくらいだったような気がしますね。沢口は映ったことはないですけど、うん、地元に、うん、あの小島よしおさんが来て、うんうん、本当に家から歩いて10分くらいの商業施設に来て、商業施設ってお前本当に、うん、来てなんか、うん、
同じなんかオナチューっていう番組だった気がするんですけど、うんうんうん、その中学校を回る名古屋市内の、うんうん、ってやつで地元の中学校自分が通ってた中学校が特集されて、うん、すげーって見に行きましたちょっとだけ。ああ、そうなんですか。まあ、わかるわかる。吉尾がロケに来てたの、その。そうです。学校に。そうです。なんで、すごいなって思って、うん、多分それが唯一の観覧だと思います。おっぱっぴーって言ってた？おっぱっぴー言ってなかったです。真面目に喋ってました。何の意味もないって言ってた。それだいぶ間に合ってない。何の意味もないのよ。ナイス。ナイス、ナイス宝だった、ナイス様マニアックなやつで言うと痛ましい、いろいろあるから ね、 最近はそういうのあんのかな。 YouTube とかでありそうやもんね。あ、最近はもうそれで出ちゃいますもんね。あ、そう、自分で出たかったら出れるからな。あ、確かに4人ね、4人、うん、そう、告知、そのサークルの告知なんかもそれでやれるしな。そうなんですよ。うん、先輩が傷つくようなことなかったよな、だから先輩、ああ、先輩、鼻にタバコ入れてて、うん、あんな、うん、あんな、まあ、YouTube の方が傷ついた可能性あるけど、バリゾーが書かれますからね。その頃はまあ放送されて滑ってても、まあ別に、うんうん、そんなやつがまあ行くようなと。一瞬だもんね。うん、アナウンサーさんの人が冷静に、それでどういう告知とか、ずっと聞かれてね、鼻のタバコに触れてあげて、欲しいですよね、それでも頑張って一般ね、どうですか、そんなやつ来たら。いや、でも、はい、一か八か、うん、俺が司会のアナウンサー、はい、一か八か、それなんか意味あるのっていう。はいはいはい、で、小島よしおのように、何の意味もないとか言われたら、面白いなってなるから。多分でもそれかなり高度ですよね、そこまでのなんか余計なこと言っちゃいます。その返しがね、追い詰めちゃう俺の先輩一サークルでエースなのに、うん、そこはやっぱり、まあ、お前もまだナベプロに入る前やからさ、そう、もう芸人にもなってない頃だから、うんうんうん、仕方ないけど、やっぱその大きいイズムで切り抜けてほしかったな。大きいさんイズムですか、うん、ビビる大きさん、うん、あ、どうする、厳しいっすって言って言いますよ厳しいっすってよく言ってましたね、うん、そのアナウンサーに対してアナウンサーさん厳しいっす厳しいっていうのを引き継いでるんですね、じゃあ、うん、まあ腕も何もない頃に震えて帰った田中って震えて帰ったエピソード多いな。多いだってそんなことになりますよ。だってサークルでリーダーの人が受けてうちのサークルの凄さ見せてやるぐらいの気持ちで、ああちょっと他とは違うぞと。そうです、ガチやぞうちお笑いはと。ああ、それを見てまたいっぱい集まるぞサークルのメンバーがと思ったら、震えて何にも嘘だろって今も緊急事態になると震えて何もできなくなる。そういろんなところで震えてる俺今後はもう大きからあれいただいて、厳しいです、厳しいです、厳しい、いけるかなって一回考えます。はい、ということでこのコーナーでは僕たちにおしゃべりしてほしいお便りを募集しています。宛先を郵便票お願いします。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオアッパレやってます。水曜日メールはやるすいアットマーク mbs1179.com お便りやってますの係までたくさんのお便りお待ちしてます。以上お便りやってますでした。はい、じゃあ今日聞いてください、遠吠えで往生際の意味を知れ。アンガールズ田中です。山根です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からアッパレやってます。さて、メールが届いております。はい、兵庫県、鬼坂みかん。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今年でアニメ放送から40周年を迎える筋肉マンですが、先日、新シリーズの制作が発表されました。以前の放送で沢口さんが、祖母の遺品整理の時に父が大量に持ってた金消しも一緒に可燃ゴミに出したと言っていたのが、記憶にあるんですが、はい、やるすい女性陣は筋肉マンのことをどれくらいご存知なんでしょう。ゆで卵さんですよね。うん、そう、うん。ゆで卵さん。うん、先生ね。ゆで卵先生ね。うん。うん、知らんわな。
パパが見てましたけどね。一時期シュープレで連載でしたっけ？連載でしたっけ？息子の話でしたっけ？筋肉万太郎でしたっけ？ああ、筋肉マン2世も週刊プレイボーイやね。その後の、あの精神に戻った筋肉マンもプレイボーイでやってて、今ウェブ連載。それ自分が出てる号だけ見てた記憶あります。ちょっと覚えてないんですけど。え、どこがアニメになるんですか？これはまだちょっと言えないらしい。ああ、そうなんですね。楽しみだね。2世ではないとは思うけどね。アニメの筋肉マンは完結してないということですか？あ、うん、でも今連載してるからってことですか？いやいや、王位継承編で終わってんじゃうかな。そうなんです。アニメは終わってないんだ。確かに好きな超人、超知ってる超人、筋肉マン以外でラーメンマン。あ、ラーメンマン、あー、ありますよね。私は昔ラーメンだったっていう曲あるんだけど。ちょっとそれ知らないけど。これはほとんどの人知らないけど。マイナーな。超人。超人。超人。あれじゃないですか。ハメハメハーの人。おるよ、プリンスカメハメ。え、違いますよ。めちゃめちゃ。いや、すごいよ、知ってんじゃん。プリンスカメハメやろ。え、プリンスカメハメは48の殺人技を教えた人や。筋肉マンブラックでしたっけ？え、グレート。グレートだな。あれ、私なんかすごいこと言いました今。まあそんなにすごくもないけど。まあなんかドラゴンボールと間違えていた。あ、それです。悟空。カメハメハ。いや、関係ないやん。え、超人って言いましたよね。うん、超人。強い人ってことじゃないですか？いやいや、筋肉マンはいわゆる超人レスリングの話やから。うん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 。筋肉マンに出てくるので誰か知ってる超人おる？ああ、なるほど、うん、違うジャンル言ってました。ジャンルというか、うん、作品が違うね。はい、失礼しました。知ってる誰か？いや、絶対知らない。絶対知らない。聞いてもわかんないかな。え、なんか教えてください。ウォーズマンとかわかんない。わお、わからないです。わかんない。わかんないか。ロビン・マスク。わかんないです。テリーマン、うん、あー、聞いたことある。テリーマン。テリーマン、そうそうそう。え、宇宙人っぽい風貌ですか？いやいやいや、アメリカ人っぽい。アメリカ人っぽい。ブロッケンジュニア。ああ、でもなんか聞いたことあるかも。あ、それ筋肉マンのやつだったんだってなりました。ジェロニモ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 。ああ、そんなもんか。サンシャインはね、知ってんやん。サンシャイン。サンシャイン。アシュラマン。アシュラマン。アシュラマン聞いたことある。ちょっと。え？ちょっと、ちょっとある。聞いたことあります。アシュラマン。アシュラマンをちょっと聞くことある？多分あのアシュラに引っかかってるだけだと思います。アシュラ。アシュ、ケンコバさんとザコシショウさんがアシュラマンとサンシャインの漫才、サンシャインになって漫才するの知ってる？それ見たらじゃあ筋肉マンがわかるということでいいですか？うん、分かるという。分かんないですよ。竜巻事故かって言って終わる、終わる。全部ブリッジが竜巻事故かって言って終わるネタ。知らないんだ。え、知らなかったです。なあ、そうか。まあいい機会やからね、もしあのチャンスあったら見てみてください。気に入る。はい、千葉県ハニマル、やらせみさん、こんばんは。こんばんは。初めてメールします。はい、先日村山さんが後輩の山内瑞希さんの MC のラジオ番組にゲスト出演し、あのドッキリ映像について語り合っていました。村山さんは、まさかあそこまでいじられるとは思わなかった。そんな言い方してる。村山が、まあでもあんなに話題に上がるとはもはや名作だよねと開き直った自信を身につけていました。ドッキリ第2弾もあるようで今からお楽しみです。第2弾が。そうです。でも、うん、もう今度は逆にこう褒められたいんで、ちゃんとアドバイス生かして本当にドッキリやろって。ほう、でも芸人さんが言うドッキリってもうクオリティ高すぎて、いやいや、そんなことない。いや、普通にやってくれればいい。普通ならいいの。あれは何なんだろうっていう、全部がこんな間違えられないぐらい、いや、さすがにドッキリとかさ、ちっちゃい頃からテレビでは見てるじゃない。はい、見てます。で、なんとなくあるじゃない、わかる流れが。まあ今そのな、あの動画サイトでも最も多いもんね、ドッキリがやっぱり。ああ、そうですね。というかドッキリ、あそこまでルール破ったやつおらんよ今世界に。確かに。でも逆に本当にここまで普通すぎたら話題にならないということで、もうポジティブに考えて、普通じゃなすぎて取り上げられてたっていうのはもう伝説じゃないですか。
いう名もよチャンネルの、まあそういう意識して作ってたんだけど、うん、作ってないじゃん最初それ。いや作ってます。え、最初から計算済みです、はい、こうなることをもう予測済みです。嘘つけよお前。実力でやって全実力出してあれであれになったくせに。うん、いやそうですね、だ次は普通のドッキリを。ああ、でもドッキリやってるんですよ他の動画で。あ、そうなの。はい、それは大成功してるんでよかったら見て。大成功、本当あの面白く大成功してるのでよかった。面白く大成功、あ面白いですよ。なんでそんなハードル上げんの。なんて入れればその動画見れる。あれです、ネモハモルーマーを目隠ししてやってみたみたいな、うん、っていうのがあるんですけど、うん、その目隠しをしてやろうねって言って伝えておいてるんですけど、うんうんうん、3人は目隠し外してやってるっていう、うんうん、で1人だけそれ言わされずに目隠しやったまま、うん、でも大成功するんですそれが、うん、大成功。ネモハモルーマーのフォーメーションとかがちゃんとできて大成功するんです、うんうん、え、そういうことじゃない。ドッキリは失敗したってことね。ドッキリになってないってこと。違う違う違う、いや私のこの多分口が悪いんで見た方が早いです。違う。口が悪いって違う意味だね。口が悪いが違う、完全に違う意味だね。ゆいりごです、はい、ゆいりご、ぶち殺すぞこの野郎って言うと口が悪いっていう、ね、あ、うん、じゃあお口がうまくない。そうね、口がうまくないので、はい、お口って言ったら若干下ネタ。何なんですか。知らんよ、言葉って難しい。ゆいりがどんどんそっちに勝手に持っていくのよ。怖い。わかりました、うん、じゃあちょっとこちらのコーナー行きましょうか。はい、ドドメ色見つけました。あ、それになったんですか。プリンスのね、パープルレイクになった。いいですね。いいね、うん、結構雰囲気が出てる。雰囲気出てるね。、うん、ちょっとムーディーなコーナーになってきました、ね。うん、さあ行きましょう、こちらのコーナー、魂。魂っていうのがまだいいかなこれ。いいですね。君は 10%、はい、熟成肉の外気と接してる側の部分。田中さんの金玉と同じとどめ色でしょうか。見たことあるな。包丁で切り落とすとこね。ちょっと茶色だか紫だか、うん、茶色紫みたいだな。かなり近い、ね、近いな、近いね。っていうかまあ田中の金玉熟成肉みたいなもんやな。素材が近いんだよ、うん、東京都、君は 10%、はい、ドラゴンクエストシリーズで時折出現する毒の町は田中さんの金玉と同じ銅色でしょ。いやあれ真紫やない。バッザッザッザッってこう、あ HP 減っていくやつね。そう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 、うん、あああれはまあまあちょっと紫か、ちょっと紫すぎる、うん、紫すぎるかね、うん、北海道、プライドポテト、はい、アメリカンチェリーのサイズ感色は田中さんの金玉と同じとこ見るんですか。アメリカンチェリーが黒紫みたいに色やもんね。赤黒というか特に売れ切ったやつね、うんうん、あー近い。そうですよ、まあ、でもなんかもっと曇りが欲しいですよね。ちょっと濃いね、なんか、あの暗くても明るいじゃないですか、なんかどこか、うん、アメリカンチェリーはね、うん、やっぱこの霞、うん、霞が入らない、かすれが入らないと真のドドメ色にならないっていう。なるほど、うんうん、乾きというかね。そうそう。ちょっと違いますね。そうだよ、違う、はい、栃木市、ジャングルのおじさん、はい、呪術廻戦のスクナの指の色って田中さんが聞いたことの人もそうですね、稲取が飲み物ですね。確かに、確かにすすすれた紫の人。うんうんうん、よどんでたの。よどんでたね。よどんでましたよね。イタドリ金玉食べてるみたいな。金玉食べたんだよ。市場でイタドリが食べたものは田中の金玉やった。金玉の始まりの部分ね。とんでもないものが中にね、住みついちゃうからね、うん、それを見て伏黒があいつを死なせたくありません。どういうこと。すごいなあ、うん、なあゆり。いやなんか嫌ですよ、もうだんだん、うん、この色はあれだ、あの色は近いとか言ってると本当に田中さんの、あ、それ、それが、まあ、そうなんだって、うん、なんかなっちゃう。スクナの指思い出してくれる。いや本当に嫌です、スクナ
やだー、スクナやだかわいそう、スクナはかわいそう、何がど誰がかわいそうかわいそう、スクナなんてかわいそう、怖いじゃん、スクナ怖い、怖い、スクナがかわいそうなの、いや、なんなんでしょうね。スクナがそんな色言われて、恥ずか、指がそんな色してるって言われたら。いや、アンチ来ますよ。アンチ、スクナアンチ来ますよ。スクナアンチ、スクナは田中さんのものと一緒にしないでくださいって。いや、でもスクナの指の色は田中のどの目色と同じ色してた。いや、本当にかわいそう。この世にスクナのファンいないでしょ。あれはみんなが敵対視して読む漫画じゃない、スクナを。そ、ね、うですけど。栃木市ジャンクのおじゃターちゃん、ユイリーがラビジュールで着用されたスターダストローズホットリフトブラの色って田中さん、絶対やめてください、絶対にやめてください、これはちょっと皆さん配りますね、その写真ね、本当にやだ、ちょっと見てください、これ確かに、んいや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 、いやいや、いらないよ、はいはいはい、はい、どうですか田中さん、絶対違う、ここのね、近いな、ここだ、こんなんドドメ色じゃないです、うん、黒い部分じゃないこの色のところね、うん、ちょっと上の部分、あのシワシワになってる感じももうかなり近い、型にかかってるやつ、材質も近い、材質も近い、やめてください、本当に、いや本当にダメです、かわいそう、ダメです、かわいそう、私が、私もラビジュールも、もう確かにこれは違うわ、これをそうやと言ったら、うん、ユイリが型から田中のやめろって言うな、良くないですよ、これだから違うよ、違う、ね、違います、さすがに違うか、これだってアメリカンチェリーに近い色やもん、だって、うん、確かにさっき違うと言った くすみがね、うん、ない、うん、どこか輝いちゃってる、褒め褒めてあげてください、もっとくすみがないと、うん、スクナの指が一番近いな、スクナの指です、俺の素材は、うんうん、イタドリが食べたと、食べた俺の玉をボクンって言ったからね、丸飲みした、喉鳴らして飲んだからね、うん、それからあいつの運命が変わっちゃう少年は戦うっていうあ、以上ですということで、いたしゆですAKB48 村山優里が AM1179 FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます、優里 VS 沢口の思いっきりマジバトル、このコーナーはリスナーの方から村山優里と沢口愛香に対決してほしいテーマを募集し、このあっぱれ水曜日の放送中にやってしまおうというコーナーです。そして受賞した方には男性陣の中から1人を指名して喜ぶであろうものを買ってきてもらいます。現在はユイリーが8勝、沢口が1勝となっております。どれだと思うねえ、助っ人が来た時にも勝っちゃったりとかするから、今回の対決のテーマ発表します。こちらラジオネーム白鳥さん、山形県です、うんうん、今回のマジバトルはあるある対決です、うん、東京あるあるだったり野球中継あるあるだったり、どんなジャンルでも構いませんので、ケンコバさん、アンガールズさんからあるあるお題を出してもらいます、うん、お二人はお題に沿ったあるあるを一つずつ発表してもらい、どちらがそれあるわと思えるか判定してもらってください。3本行い2本取った方の勝利ですと。これはもう、うん、簡単ですよね、ね、うん、はい、あるあるですか、分かりやすいですもんね、これはいけるでしょう、うん、じゃあ僕からお題発表しましょうか、うん、はい、はい、じゃあ簡単なところで学校あるあるで、ああ、これは一番簡単、うん、はい、お、早い早い、じゃあユーリーお願いします。授業でこれわかる人って言われて自信持って手を挙げて答えてみたら間違えちゃういやいや、あるかこれそれユーリーだけの、あなただけのそれはない、あんまり見たことない状況、本当ですか、学校あるあるなんか無限にあんのに、え、だからその入学したてで勉強楽しいみたいな、うん、それこそ私が英語習いたて勉強したてで楽しい、うん、だ、うん、I am ここ何入るでしょうみたいな、うん、はい、うん、アポですみたいに言って間違えたんです私。なんで自分がリンゴなのよ
いや例題ですよ、そんな間違いはしないんですけど、それで英語一回間違えたことがあったんですよ私、うんうん、あるある、ホラーさんみたいな喋り方それがみんなよくあるんじゃないかって、そう自信ある問題こそ間違えちゃう、あるある、ちょっと違う、ちょっと自分のこと一人称でアタクシーとか言うから春日が思い出して田中がイライラしてみる、アタクシー言わないで、もう本当にうましとかも言わないで、わかりました、うましとか、うまし、うん、さあこれはもう沢口取ったな、取ったな、取ったんじゃないですかね、正直、うん、これに負けるあるある、ない、うん、こんなチャンスないよ、うん、なるほど、いきますね、じゃあ、はい、じゃあ沢口さんお願いします、黒板消しクリーナーを信用せずに黒板消しを窓、手窓を外出してパンパンしがち、うん、え、うん、クリーナーを信用せずに、クリーナーいくらやっても、あ、結局出ちゃうからクリーナー使わずにもう手でパンパン窓の外にしちゃう、相当レベルの低い争いになってる、なんか別にそういうの、そういうもなんかもう重箱の隅つつかんでええやん、え、ついてないです、割と一番最初に出てきました、いや理科実験室の水強いとかで目が水道ひねったら、あとかお母さんって言っちゃうとか、うん、そう先生先生っていうの言うべきところお母さんって言っちゃうぞ、あるあるっていうか、あるあるっていうか、校庭に犬入ってきたらみたいな、全員騒ぐとか、ああ、うん、学校で楽しみ、いやめちゃくちゃこんな俺ら恥ずかしく言わないこんなベタなやつはもう、それを下回ってるって2人、まあでもここでも勝敗つけねえ、 あるんですか、うん、3つ聞いて、3本行いだから、あ、ここでもつけないといけないね、はい、了解、じゃあいいよ、決めたよ俺は、はい、僕も決めました、うん、むすあるんですよはい、わかりました、はい、うん、はい、じゃあユーリーが良かったと思う人挙手お願いします、0票なんで、沢口が良かったと思う人手挙げてください、はい、3秒、まず1本沢口、ギリギリ、次沢口勝ったらもう勝ち、うん、やった、よし頑張ろう、じゃあ次は誰行きますか、じゃあ自信満々にユイリ手挙げて、うん、うん、内容も自信満々に手挙げてって言ってたもんないもん、うん、みんなが頭良すぎるんですよ、いや学校あるあるやから、ユイリあるあるちゃうからね、そうですね、まあちょっとそっちに切り替えてみます、う、ね、うん、うん、すみません、切り替えて、はい、うん、じゃあ田中さんお題を、お題をテレビ局あるある、あー、はい、あーなるほどね、うん、もういっぱいあるよね、 曲あるある、うん、はい、まあ行くもんね、うん、うん、何があるの、はい、お、沢口、沢口から沢口か、うん、じゃあお願いします、入館証出てくるの遅いそれ日テレやろ日テレ言うてことや日テレはね、確かにもう日テレ遅いね、一番しっかりしてるからね、うん、かなんか事件あったからね、日テレいろいろ、はいはい、こうなんか手続き、こう名前確認してもらうのにすごい時間が、うん、日テレやろあと大体早い、ジャイアントのおばさんも入れなかったって言いますもんね、なんかどこどこの番組で来ましたみたいな、やっぱ顔を知ら、番組名もね、ちゃんと顔を私は知られていない、いやいや、そう俺らでも俺らでも、え、みんなみんな、みんなやりますか、そうそうそう、みんな俺もやるみたいなもんだと思ってます、うん、なんかこう余計に説明をして、日テレあるある、日テレあるあるか、まあまあまあ、はい、お、お、村山さん、はい、入り口の検温、あのモニターで検温、あの、うんうん、の数字が出るやつ、うん、に映ってる自分見てピースしがち、そんなやつ見たことないし、見たことない、見たことない、ふざけんなって言われたね、そんな、あの、そも思ったことない、それをチェックしてる人がふざけないでくださいって言われる、なんか違うんです、メンバーが逆にそのモニターを、バカの集まりかよ、写真撮る子もいるぐらい、写真撮るその、はい、そういうことです、そう、え、サーモグラフィーの、はい、ピースじゃなくていいです、なんかちょっとなんかカッコつけちゃう、ないよないよ早めにもうさっと抜けたいもん、あんなとこ、さあテレビ、ガチバカの集まりやねんなテレビ局あるあるしゃあないな、じゃあユーリーが良かったと思う方挙手お願いします、沢口が良かったと思う方挙手お願いします、3秒、沢口さん、2つ取ったので勝利です、やったー、え、いやいや、もう3
本勝負の日本選手やから、はいうんはい、よくあるじゃないですか3問目は大逆転できますみたいなそんな下克上AKB 番組ではあると思うけど、うん、いや大体あるじゃないですか。じゃあもうケンコバさんからお題出てないから一個だけじゃあエキシビジョンでエキシビジョンねちょっとあるあるっていうものを名誉のためにも頑張ってよ。じゃあ一個普通通常のあるあるじゃ言いますね。本当にほんまのあるあるでいいのよ。今まで何だったの、うんうん、すいません。じゃあケンコバさんからお題の方お願いします。じゃあ中華料理。ああもう死ぬほどあるよ。あるあるある、まあ、代表国民を代表するあるあるもあるしこれあ、がありますね、うん、あれを言えばあれを言えば勝てるっていう、うん、えトウモロイとかいらんからあるあるやからあるあるですよね。うん、うん、いや、もう代表的なあるあるあるやん。えー、中華料理屋さんあ、はい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 、お、佐藤さん餃子を食べて肉汁で熱くなりがち餃子を食べて肉汁で熱くなりがち肉汁何が熱くなるの。あ、舌やけどしがち。あんまない小籠包はあるけどね。え、餃子で毎回でもまあ多分勝つと思うわ今日のユーリーの感じ、はい、あら、お、ユーリー歩くと店内に入って、うん歩くとそれそれおうそう油でペタペタでペタペタえビリ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 って違う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 。どこの中華やってんのぬるぬるや床ぬるぬるが国民的あるあるなのよ。あそうそれですそうそれです、うん、それです。そういやじゃあペリペリって言ってたペリペリって言ってたぬるぬるとペリペリ真逆や。いやそうなんかいやいやわかりません。そうお店によりますぬるぬるもあるけど、うんえ？ぬるぬるしか俺ワックス塗りたてみたいななんかペリペリワックス塗りたてはぬるぬるやん。うんバレバレっていうとこがあんの。え、ありません私 くっつくようなくっついて離すときにピリペッみたいなこういやぬるぬるがよくあるけどうわー最悪最悪やでも初めて聞いたペリペリすごい狙ったかのような大外し、うん、いやそう惜しい、うん、あもう分かったわって思ったの。エキシビジョンも負けですはいユーリー負けです。はいはいということでユーリーが8勝のままで沢口が2勝になりました。はいということで以上思いっきりマジバトルでした。はい、じゃあ曲の方聞いてください。モサオで金木犀。沢口愛子が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。入射角と反射角のコーナー。いいベース弾いてるなさあ入射角と反射角のコーナーでございます、はい。沢口さん判定お願いします、はいはい。兵庫県鬼坂みかん。電車で隣に座ってる人が居眠りしてるとき、おじさんはすぐに肩へ寄りかかってくるのに女の子はなかなか来てくれないのは入射角と反射角のような関係でしょうか。あ、この間めっちゃ男の子そうだったな。え、もたれてきた。そうです。うん、まあいっかと思ってちゃんと父で受け止めてあげたかでも父まで来なかったんですよ、ね、肩で終わった肩で逆やな。なんかこう男性に寄りかかられると嫌やな。女性が寄りかかる方が絵になるやん。まあそうですね、確かに、まあ、確か、まあ、入射角反射角、ああここも難しい。微妙、ちょっと微妙ですね。微妙ですか。グッと来なかったです。わかりました。でこちら、またまた鬼坂美香、はい、ひいきのチームが負けた時のラジオのプロ野球中継がヒーローインタビューすら流さずあっという間に終わるのは入射角と反射角の関係でしょうか。これ MBS でしょ。 MBS がタイガースが負けた時ね欲しい時にない、うん、いやそうですね。入射角と反射角で肩入れしてるかどうかやよね。これてかまあ苦情くんねやろね多分。あそういうことか。いいよなんで流してんだみたいな。なっちゃう。流すなよと、うん、ジャイアンツのヒーローインタビューよみたいなそういうことでしょうね。これはちょっと違います。ちょっとそうですね。こちらも専門家のお二人にお聞きしたいんですけども、札幌市年収5万、はい、応援しているアイドルの SNS を毎日チェックして、うん、絶対にそんな収入ないはずなのに、うん、連日おしゃれなカフェやゴルフやナイトプールでシャンパンを飲んだりして、うん、高価なところで遊び歩いてる写真をバンバンアップしてるのは、うん、
入射角と反射角の関係でした。入射角と反射角これ、ね、そうですね、お金の、うん、出どころがよくわからない。そうですよね、まあ、これいますよね実際、うんうんうん、いや本当に不思議、どうやって生活してるんだろう、うん、実家が金持ちなんじゃないかとかも考えちゃう。そこが太いのか、うんうんうん、じゃないと成立しないぐらいセレブな生活してる人もいるよね、うんうん、これどういうことなんですか沢口さん、そういうアイドルの方おられますけど稀に、やっぱり、うん、ね、あの今の時代こう若い女というのは武器になってしまうんですね。はいはい、これはやってる、これはやってますね、間違いない、しか無理、しか無理、うん、無理です、ズバリ言うわよ、できるな沢口のズバリ言うわよこれはそう、女の方が入社格HG 呼ぶ本でHG さんとあの時間た地獄の有名な芸人なんだよお前はって言って帰りなさいやめなさい、すぐせいせいせい、これのどこが下品なんですか、地獄に落ちるわよあなた、せいせいせい、ね、待ってください、やめなさい、これのどこが下品だというのですか、下品でしょそれ、やめなさい、か帰らせてこの人あの時間あったね、すごかったね、これ次は結構すごいですよ、吹田市伊勢島ベイブルース君、タイムマシーン3号が太田プロに移籍した翌月に、うんうん、太田プロの前田敦子さんがタイムマシーンなんていらないをリリースしたの入社格と反射格の関係にそうなんすか、リリースされてるんですね、俺はこの曲知らんかったけど、うん、すごいな、すごい、センスすごい、すごい入社センスありすぎるやろこれほんまやったすごい入社して反射してますね、これ入社して反射やね、これは入社反射、綺麗な形ですね、綺麗ですね、すごいな、一番綺麗なこれが出ました。じゃあこれが次最後です、はい、枚方市猫眠たい、番組メンバーで食事会を開き番組に占い師を呼んで占ってもらうあっぱれ月曜日と、収録が終わればさっさと帰り番組に占い師を呼んでゲロを吐かせるあっぱれ水曜日は入社格と反社格の関係ですか確かに月曜日ってこんな感じなんですね、月曜誰がいるんですか、坪倉さん、坪倉だね、あー、好きそう、坪倉とクロちゃん、クロちゃん、あー、クロちゃん、あー、うん、あやちゃん、みんなで占い師呼んでキャッキャ言ってるからですよ、そりゃああいうメンバー好きですよ、ツボクラにはちょっと恨みあるからな、ツボクラのせいで本当に飲み会にサンサンとあの中岡と俺とあもう聞いたっけ、なんか聞いた気もするんですけど危ういです、覚えてない、聞けばあーとはなると思います、ちょっと思い自力で思い中岡と俺とツボクラで、はい、女の子3人と飲んで、はい、で最初に俺がね、坪倉があれモテるからさ、女の子の名前覚えないな、あ何々間違えるとか間違えるから、はいはい、俺は何々ちゃんだよってこう修正したりしてて、はいはい、サラダとかも俺取り分けてあげたりしてやってたの、はい、だけど坪倉が、はい、今から女の子の順位つけるって言って、ひどいでしょ、結構で何々ちゃん1位、何々ちゃん2位、何々ちゃん3位って言って、すごい変な空気になったのよ、でうわもうこれかわいそうだわと思って、俺助け舟出してあげようと思って、じゃあ女の子から男の順位つけたらって言ったら、女の子が全員俺を最下位にしたのありえないだろこれクソ女がよ、本当にあいつら許さない、一生分かってない、そこはもう坪倉を最下位にするためにチャンスあげてんだよ、確かに何ガチでさ、まあ、何回聞いても面白いね、いや許さないああいう人がうろちょろしてんの、港区、港区女子だったのしかもから、ああなるほど、だから嫌なの港区女子そんなこと覚えておいて、これ、あ、わかりました、覚えておきます、うん、今度聞くからね、このちゃんとこのエピソードこのエピソードちゃんと喋れるから、ね、語りついて弟子じゃないんだそう、だからこれ楽譜だから楽譜だから楽譜ださい、ほんまに口伝で教えてるの口伝でこれはどうですか、やってほしいですか、やっぱ占い師呼んで占ってもらうのは、もうなんかここのメンバーの雰囲気でやると地獄を見そうなので、まあそれは見せる気満々ですよ、山根と田中は、うん、絶対なんか紐解いちゃう系だな、うん、なので椎茸
呼んだら来てくれるかな。椎茸さんやったら来てほしい。来てほしいです。行けます。行きたいですね。椎茸さんって いるの、実在してんの。実在はしてます。あ、そうなんですよ。来てもらいたいね。いや、全然悲しい茸、嬉しい茸の使い手って あの人くん椎茸椎茸占いしてないんですよ、あの人。残念だから椎茸を占いだったら嫌いでもつけばいいの。感情はどっちか椎茸で言うだけですから。いや、美味しい茸もあるんで。あ、そうなんですよ。椎茸じゃあ結構使えるんですね。うん、そうですね。というわけで、入社学と反社学のコーナーでした。はい、じゃあ曲のを聴いてください。マカロニ鉛筆でプレイ。剣道小林が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。さて、エンディングでございます、はい、じゃあお知らせ私から、はい、宮川大輔、剣道小林と比べアンギア大阪公演、4月23日日曜日、クールジャパンパーク大阪 TT ホールにて開催でございます。15時開演、前より3,500円、安いにてチケット発売中、詳細はファニーチケットホームページご覧ください。大阪の方ぜひ来てください。じゃあゆいり、はい、4月26日に、61枚目のニューシングル、どうしても君が好きだが、忘れてたよ。そんなことあんの。まだ全然タイトル名乗ることをしてないので忘れてしまいました。タイトル名乗ることをしていない。どうしても君が好きだ、皆さん覚えてくださいね、が発売になります。自分が覚えてない自分が覚えてない時に言うセリフちゃうんですよ。ぜひたくさん聞いてください。はい、わかりました。じゃあ佐口、はい、現在発売中の週刊現代、そしてストライクの中面に掲載していただいていますので、うん、ぜひ見てください。はい、じゃあアンガールズ、うん、ないです。いや、あれ。じゃあ最後の一言を紹介しましょう、はい、発表しましょう、はい、ここエイリーの最後、はい、名古屋市空飛ぶ唐揚げ、うん、皆さんこんばんは。こんばんは。ユイリーに言ってほしいのは、スラムダンク、うん、桜木花道名言、親父の栄光時代はいつだよ、全日本の時か、俺は今なんだよ、をやるすいの栄光時代はいつだよ、柏木の時か、私は今なんだよって言ってる。呼び捨てに、ここはもう呼び捨てね、うん、セリフですから。いや、ちょっとしか見てないです。2話ぐらいまでしか見てない。スラムダンク2話。好きな食べ物はみたいな会話のやり取りがあるぐらいのところです。あ、本当にまだ見たて好きですのところ。あ、そうです。ほんまに2話や。ほんまに。じゃあ映画も当然見てないと。見てないんです、うん、映画めっちゃいい。探し見た。見ました。泣いた。もう最高だった。あれ、リョータ、もうなんかリョータがエンジン組んで上見上げて仰いでる瞬間めっちゃ良かった、あそこ、あのセリフがないのがすごくいいなって。あ、三能線ね、よかったっす。なんかすいません、私で。いやその熱量で行きたかったですね、うん、俺に一番好きなセリフなかったんでも。なかった、うん、悪者参上っていうな、うん、確か結構試合見せるためにね、うん、結構省いてますよね。まあね、うん、だ三能線はアニメになってないから、うん、だから次はもう豊玉線もやってほしいね。カリメロ、うん、豊玉線実は名勝負やからね、南岸とか。追いつきます、頑張って。はい、はい、それじゃあまた来週お会いしましょう。さよなら。やるすいの栄光はいつだよ、柏木の時か、私は今なんだよ。さようなら。さようなら。